大盛況、すごい人数だ。5メートルか6メートルしか届かない。追っかけてけばいいんでしょ。じゃあ、その送信機を持って、壮観だなこれ。 JR であれ入れ替えようか。すごいな。そう、とりあえずこうなったら後ろあれで飛んで、ね、なんか飛ばすとき網持っとかねえかな。最後も網で。あ、でも飛ぶねこれ。そうそうそう、すげえ。完成するのに転がったら、ね、ここでは何もしないから。一応8の字クリアですね。8の字クリア。ただパワーに、フロントレーニングのドライブユニットの搭載の方法。ああ、うまいわ、うまいな。一応検出位置を変えてるわけですね。ずらしてるのね。はい。ベストのセッティングから少しずれたね。ずれた。ちょうどその本当に、あ、そうか、それだ。エレロンとエレベーターが本当に前後左右に合ってる軸が、軸が合わないんだよ ね、うん、そうだね。それ斜め前とかやったらできるよね。そうか、ボール大丈夫です。お、いきます。テイクオフ。おー、蚊が飛んでおります。まあ、聞いてるね、本当に。はい、はい、変わった、変わった。はい、はい、アップダウン、アップダウンやっております。はい、はい。これ、強者なんでしょ。うん。大成長。うん、これで、ただ、中立に立たない。皆さん、絶好調。調子に乗って潰すぐらいのもの。うん。皆さん、絶好調。そうです。あ、よし、派手。この見え出して当たるかもしれない。そう、そう、見えて避けたいと思うと当たる。アメリカのホームフィールドね。これってプッシャー。あれ、通信が昨日から、はい、空中戦に備えて空中待機の高橋機です。これは安定した頭です、ね、昔僕らは本当に夢だったんだけどね。家の中のさ、飾ったりドラムのようなのが飛んで、ね、ドラえもんの世界で、それが今じゃ当たり前になってきたね。あ、フラついてます。バラ見てます。これは確かに朝からビール飲んで、ちゃんと検査で測ってもらうと。血中濃度測んない。これはかなり上半角を抑えた状態だ設定なんで。エルロンです。エルロンになってる。あ、エルロンオンリーなんですね。ラダーも入ってるんですか。一応ラダーはやで。じゃあいろいろ外でやんちゃができるような仕様になってる。小原さんの道で玄関に。小原さん、さすが地元だけあって赤外線がよく届くねとかね、同じ話。ただ、すげえ。一番飛ばし込んでる機体ってこれですか、なんだかんね。そうかもしれないですね。一番気楽にできる、楽しくやってる。また飛ぶんだ。おお。ここで左回りとか言ったら意地悪。左がね、やっぱあれ、ちょっとあ、でもできるんだよ。あ、すごいすごい。ああ、できる。おお。
っぱうまいな。T8 の字とか。すごいな。あ、来た。離陸。もあの光のそば行っちゃうと。本当どうだ。おお。いたあれ。さっきいい感じで飛んだ。届かなくなっちゃう。やっぱ届かない。もっと早く走らないと。俺が早く追いかけるしかないんだね。そう。あ、いいじゃないですか。あ、いい。いいよ。バッチリバッチリ。いや、あ、高橋さんよりよく追いかけてますね。うん。いや、おお。いい絵が撮れた。いい絵が撮れたな。のが飛ぶの前一番。止めたりとか。ちょっと笑っちゃって出るかな。僕展示コーナーで。あれ文化祭だよ。かっこいいね。かっこいい。ああ、そうか。この間のそうか、小原さん来てる時は来てなかったの。うん、かっこいい。ああ、濃いなこれ。うん、すごい。うん、これだとあのコードが気にならないから、うんうん、あ、作業性がいいな。あとこれ、うん、どうぞ。軽量プチトレこれか。うん、